ログインしたら僕のインベントリにこんなものが入ってました。最強のハンバーガー、食べると体力マイナス400。このメンバーにはいじめがあります。そしたらね、前回テイムしたアロサウルスの子供である絶対出血させるマン、こいつを用意したから、こいつの出血を使って凶暴ロックエレメンタルのノーマルに挑む。で、作戦としては結局出血って5秒で相手の HP を 5% 削るのと、あと足を遅くする効果があるやん。で、ロックエレメンタルってもともとそんな足速くないから、出血させて離れて出血させて離れる、もうこれだけでやれちゃうんじゃないかなっていう、もう勝利のビジョンは完璧にね出てきちゃってるんだよね。これさ、なんか俺のアロサウルスからさ、オレンジ色のオーラ出てんのがわかる。これが群れの中のリーダー、一番レベルが高い個体って意味で、俺のアロサウルスだけが出血効果を持つことができますよと。そしたら今回はね、俺がアロサウルス、エラーさんがあのストーカー、チョリットさんがヒーラー役の豚で、アロサウルスは群れじゃないと出血発動しないから、レッカさんがアロサウルスと、この4人で行くぞ。なんかね、ロックエレメンタルの足跡おかしくない？何これ、ミスタバリか、こいつミスタバリボンドか、炎上したこいつか。あー、こいつだ、狭いな。まあいいや、とりあえずまず人髪付きで、え、ちょっと待ってな、おつけおつけおつけ、場所、お、場所が悪すぎる。出血、え、あ、余っちゃった余っちゃった、大丈夫大丈夫、豚が回復してくれるから。で、5秒経ったらもう一回噛む。いって強すぎ、回復追いつくか。場所が悪いよ、場所が。もっと逃げ回れる計算だったのに。あ、ただめっちゃ HP 減ってる、ほら右見て、超 HP 減ってる。で、動きも出血で遅くなってる。強くね、やべえ。あ、逃げた逃げた、超簡単じゃん、撃退。やべえ、これ出血最強かもしれん。うおー、1900ダメージ、しかもなんか燃えてる。うわ、この炎のロックエレメンタルって火傷みたいと思ってるんだ、やばっ。つうか、おいおい、大丈夫か、そんな血入れて。早く病院行けよお前。あ、もう終わった、もう終わった、2回目の撃退も速攻で終わったわ。うわー、なんか余計なのがいっぱいいる。ちょっと舐めてたか。バジリスクが俺、あっちゅっ、バジリスクもやんなきゃいけないのか。あ、やばい、ちょっと待って、落ちたら終わる、あっぶねー。うわ、ずるじゃんお前、タイマーあれよ俺と。何やってんだこいつ、バジリスクなんかに頼りやがって。やばい、毒がさ、普通にあの俺にも貫通してくるからさ、それがやばいわ。これサソリもさ、あれなんだろう、これクエスト仕様でめちゃくちゃ強くなってんだろどうせ。え、ロックエレメンタル死んだ、あ、ロックエレメンタル死んだ死んだなんだこいつ、超簡単に直した、余裕じゃん。ほら、バジリスクもさ全然動けてない。え、出血最強じゃん。いや、ただ毒がいて、毒がいて、俺が死ぬ俺が死ぬ、マジで毒いて。そしてサソリが地味に逃げてる、バカ野郎、お前だけ逃が生き残れると思うなよ。こいつには出血つかなくていいか。やばいやばいやばい、ブレス開かれたら終わる。噛みついて出血にして、 HP だけな、地味に。あ、倒した倒した、 OK、 あとはこいつは噛みついて倒しちゃえば余裕だな。うおー、簡単にクリアできた、終わった。あ、どこ行ったの、どうしたどうした、びっくりした、火星に行ったのか。で、雑魚の方が強かったね、バジリスクの方が強かったよ。ロックエレメンタル即死してたぞ、なんだあいつ。あ、ただスタミナがギリギリだったな。
超減ってるぞ。まあ、止まってれば回復するんだけど、ちょっと多分その出血させる攻撃がスタミナ消費激しいんだろうな。これスタミナに振っとこう。緑色の金属の固定、金色のバジリスクのサドル、緑色の毛皮、まあまあ上々じゃないかい。噴石直撃して死んどるわ。なんか秘宝なんだけど、さっき俺が出血で結構削ってるじゃんと思ったら、実はエラーさんがストーカーに乗ってロケランをめっちゃ撃ってて、それで削ってたらしい。なんとかハード行ってみたいよね。ちょっと一回行ってみようよ。もしも一発3000とか受けたら即ミッションキャンセルしよう。絶対勝てないから。ああもう見つかっとるけど、岩でガードオッケー。こういうテクニックも必要なわけだ。1800はお前ちょっとまずいな。マジで豚で超回復していかないとすぐ終わるね。あ、ただターゲットが俺に行ってない。これチャンスだ。痛い。俺に来なければ余裕だね。あ、オッケーオッケーオッケー。とりあえず撃退できた。なんとかいけるな。撃退は普通にいけるわ。ただ取り巻きだよね。あのバジリスクとかサソリとかだよな、問題は。いってえ。なんだ、なにそのサッカーボール戦法。おちょっとすげえ、エラーさんが上でタケ取ってるから出血し放題と思ったら俺に移ったわ。やっぱそう甘くないんだな。余裕じゃん。これもしかしたら俺たちカモ見つけたかもしんないな。このアルファ簡単にクリアできる、簡単っていうか継続的にクリアできるようになったら、いろんなアイテムをこいつで集められるわけだ。これ逃げたな。よし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 。さあ来たぞー。これ一匹一匹やれないのかな。おはっ、オケラが飛んでいく。不発だ。あ、サソリ、なんか変なの来た。オーマイガー。プレスで一発で殺されちゃった。大逆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 。死にたければ死にたくなければ俺についてこい。ちょっと一発で溶けちゃったよプレスで。そんなのありかよ。これすごいね。ずいぶんとまだ芸術的な死に方したね。いやー、さすがにバジリスクのブレスで騎乗車にも貫通して、しかも騎乗車一発じゃ、もう緊急や無理だなー。バジリスクさえいなければほんとどうにでもなったんだけどなー。まあ、そこ運営ちゃんと考えてんだろうな。いやらしいわ。でね、水生生物が交尾できる場所を作りましたよと。あとカメックスも、こっち連れてきたわ。まあ、雑に門で囲っただけなんだけど、これが一番強いだろう。ただ、ちょこちょこね、隙間が空いて電球だけが入ってきそうなんだけど、逆になのかなっていうね。逆にこいつらの食料になりに来てくれるっていう。だから俺は食料渡す必要ないっていう。一番いい形態になったわ。でね、モササウルスの特殊能力なんだけど、こいつは戦闘能力と、戦闘能力が高いかつ、スピードが速いことがもう特殊能力。だからもう、それ以外いらん、こいつには。戦えればそれでいいんだ、こいつは。おー、初めての、海での交尾だ。一回も見たことない。え？あ、そっか。妊娠してもこいつあれなんだ。卵じゃないから、開始ってので、あと47分かかるわ。そしたら別のことやるか。そしたらいよいよちょっと月面に行ってみようか。で、月面はね、テックティラノがうじゃうじゃいて、なおかつ放射能がある場所があるんだって。
で放射能ってハザードシリーズっていう防具じゃないと防げないんだけど、このマップじゃ作れないんだよね。だからミッションの報酬でゲットしなきゃいけないっていう鬼畜仕様なんだけど、まあとりあえずテレポートする場所が放射能ないことを祈って行ってみよう。座標固定完了。いつでもテレポートできます。黄色なんだ。おお、なんかちょっと入っちゃって、行って、あ、早速いたじゃん。え、あ、すごい、これ重力がおかしなことになってる。あ、早い。もうちょっと観光させてくれよ。よし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 。あー、やっぱそうだ、重力少ねえんだ。あった、放射能に焼かれる、影に入れ。なるほど、日当たってる場所は全部放射能なのか。おお、あ、っていうかティラノだけじゃない、他のやつもテックになってる。みんなテックトリケラトプス、テックステゴサウルス、そしてこいつ、これなんか機械だな。なんだっけこいつ名前、なんで名前見えないのこいつ。まあいいや。おお、すげえ、めちゃめちゃ幻想的だ。これは、おお、だ、放射炉に焼かれとるやないかい。ね、お願い、下がって。あ、下がった。え、違う。え、なんか戻れないんだけど。え、俺このまま宇宙の塵になっちゃう。ねえ。戻れない。だけどボタン押してもダメだわ。これもう自由落下に身を任せるしかない。でも落下ダメージはないんだよね。ないね。はあ、ちょっとめんどくせえな、これ。こいつなんだ。C か。ああ、いたねえ。これ、ジャンプしちゃいけないね。寒い、ここ。え、なにこれ、は、こんなのいなかったなって、いなかったなっていうか、もう、もろ機械なんだけど。なにこの機械、なんか撃ってきて、でも3ぐらいしか食らってないわ。うわ、地獄だ。なんだこの光景は。お、パキティアロサウルスだっけ。あ、テックラプトル、これはもう飛ぶしかない。あー、飛べない、骨折れたらもう飛べないんだ。いや、ダメだね、さすがに裸体で来るとこじゃない。アタックドローン、なにそれ、ガチモンの機械になっちゃったじゃん。え、これやば、これこんなことある？ 10 匹ぐらいで群れてっけど。なんだこいつら、怖すぎだろ。うわ、こっちにもいるわ。でね、放射能を防ぐハザードシリーズの頭が、マンモ、凶暴なマンモスのクエで出るらしいから、ちょっとクリアするわ。おー、今度は味方になったか、ロックエレメンタル。氷のロックエレメンタルだ。で、俺はブルーワイズ、ホワイトドラゴンと、でも死んでも別にティラノサウルスで行くわ。これ、オスとメスだからさ、なんか、ハートマークついてるのわかる？これで攻撃と防御力が 1.3 倍になるのかな、近くにいると。ちょうどよかったな。性別も気にしていかないとな、こっからは。バイオームを横断中のマンモスの群れを追跡しかれ。群れなんだ。これ大丈夫か？勝てるよな。え、なんか、劣化さん。サイなんだけど。これ大丈夫か？サイって強いのか？あ、出てきた。全然無理じゃないじゃん。はぐれマンモスなんだけど。あれ、みんなどこ行った？俺は単体じゃ戦えないからな、ユーティラだから。ほら、行け。ティラノ。サボってんな。で、爆風をかける。838？ これ大丈夫か？なんか、強くない？大丈夫？で、マンモスめちゃめちゃ強いけど、絶対俺のティラノ死ぬやんこれ。まあ、別にいいけど。あ、3187ダメージだ。これサイの攻撃か？サイじゃない？2930、サイだ。なんかサイって突進できるんだよね。そんなに大ダメージ与えられんだ。
サイが強いじゃん。もう死んだんだけど僕のティラノ。嘘やろ。おい、マンモスやべえって、全然 HP 減ってねえし。こいつもスピノサウルスと同じ類か。最強クラスじゃない。しかもあれだぞ、ロックエレメンタルって敵の時は 90% カットするんだけど、味方になると 50% カットなんだよね。でその 50% カットでもなんか300とか食らってない？えぐくないか。いや全然 HP 減らんて、無理だこれ。今回撃退できたとしても絶対討伐できない。やばそうならキャンセルして、なんだろう、ロックエレメンタル HP 高いから大丈夫なのかな。あー倒した倒した。いやー無理だ無理だ絶対無理だ。しかも最後取り巻き出てくるんでしょ。無理だね。劣化さんがアロサウルスになって、エラーさんがティラノになったわ。これでちょっと続行するっぽいな。出血プラスエラーさんのティラノでいけるか。いってー、攻撃範囲広いなこいつ。頑張れー。出血で歩き遅くなってるところを裏から殴るってのはティラノの旋回能力じゃダメか。しかもノックバックもあるんだこいつ。え、なんでこんなにマンモス優秀なの。おい、お前木材集めできるぐらいじゃなかったのかよ。一応装飾の中だと上位クラスなんだな。あ、余裕で討伐しちゃう、じゃなくて撃退しちゃう。なんだ、ティラノになった瞬間急にいけるやん。いや、どんなとこに足跡あんのこれ。おい、マンモス、うお、いっぱい出てきた。うわぁ、3匹いるぞ。あ、でも残りの、あれなんか1人落ちてたけど残りの3体は普通のマンモスか。1匹だけ凶暴なマンモスなんだ。俺1人落ちてたけど大丈夫か、戻ってこれるかこれ。あ、アロサウルスが落ちてったのか。やばい、相当下に落ちてったぞこれ。いける、ちょっと待って、ちょっと待って、おい、どんどん落ちてっちゃう。おい、耐えてるけどもうそいつ戻れないな。いける、一気に俺たちの火力落ちたぞ。あ、でも凶暴なマンモスがこっちに気づいてないかな。これならいけるか。俺もバグ多少かけ終わったら定期的に攻撃しよう。全然入ってないだろうけど俺のダメージは。やれる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 、オッケーオッケー。こいつの盾俺が持っとこう。いくらティラノとはいえ全部の盾持ってて死んじゃうから、こいつ俺が持ってて、で爆も忘れずにかける。完璧。バフラーのか、バファーの鏡なんだけどこれ。よし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 、確実に雑魚いマンモスから処理していく。これなんかこれで全然殴ってねえぞ。よし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 、でさらに爆をかけ直す。いけるか、大丈夫か。 HP 減ってない、果敢に一人でいっとるけど。あー、でも一匹でもかなり削ってるな。一発700も与えられるんだ、それは強いね。で出血も入る。俺は俺も行って大丈夫かな。まだ HP 半分あるから余裕ある。俺はちょっとケツから、ケツの穴から狙っていくわ。やっぱそういうの必要だからね、アークってね。意外にもただ殴るだけのゲームかと思ったら実はこう穴から狙っていくっていう。でまたバフをかける。ちょっと後ろのチョリットのティラノにかかってねえな。やべ、スタミナがやべ。このバフブレス結構スタミナ使うんだよな。マジ頑張れ。俺の攻撃も300出てる。え、さ、こいつ攻撃範囲広っ、後ろ足まであるじゃん。なやこいつ。バフ大丈夫か、耐えろ、みんな死ぬな、もうちょっとだ、犠牲者出すな。よーし、
ナイス。結構むずかったな。うわ、血だらけだみんな。よかった。死んだのが俺のティラノだけで。やばい。モササウルスの赤ちゃんのことをすっかり忘れてた。夢中になっちゃってた。頼む、生きててくれ。てかまだなんなら生まれてなかったりしない、実は。なんでお前そんなことになっ、どう、あーもう産んでる、いないか、死んじゃってる。うわー死んだ、ミスったー、最悪だ。あと何時間待たなきゃいけない。7時間。あ、なんかこいつから尻尾みたいなの出てる。これいないか、なんかいる気がする。ずらしたら、あ、いた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 、あ、生きてる生きてる。おお、よかった。でね、ここのボスがムーダーって名前なんだよね。だからお前はムーダーを殺す者。つまり、ムーダースレイヤーだ。うわぁ、愛くるしい。めっちゃ愛しいんだけど、こんなんなっちゃうの？やだんだけど、お前ちょっとこの姿のままボス行ってくれよ。こんな凶暴な姿になってほしくない。ちなみにマンモスの報酬は、青のデザートゴーグル&ハット。これあれだね、暑さに強い防具だ。このマップじゃ作れないやつ。で、ハプーンランチャーとかいう、なんか水中での、なんかライフル的なやつの青。で、アサルトライフルの緑。で、これ。これ設計図だね。マグマサウルスの水色のサドル。一番だからレア度高いんだけど、素材がもうバカ。セメント5000個、革9000個、繊維6000個、金属17000個。誰が作んねん、これ。